生、朝の会はまだですか。あ、適当にやっといてくれ。よしよし、行け行け。あ、そういえば来週はマラソン大会だ。マラソン大会？こんな寒いのにマラソン大会とかバカじゃないですか。子供は風の子、元気の子だろ。今から特訓だ。マラソンに必要なのは脚力。このサイクリングマシンを全力で漕ぐんだ。先生は出かけてくる。お前らちゃんとやれよ。頑張れ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 。よし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 、モスク。あーあー、よしよし。あいつらが電気を供給してないな。ゲームやり放題だ。よしよしよし、モスク。よし。はあ、走り続けるには強靭な心肺能力が必要だ。そのストローに息を吹き続けるんだ。よし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 、行け。これで快適にゲームができるぞ。よしよしよし、なんだこれだ。こら、そんな陰弱な今日の練習は終わり。明日はもっと厳しいぞ。マラソン大会優勝賞品はゲームだ。お前らもっと頑張れ。ゲーム？もしかしてゲームってマリオカート？さあ今日もトレーニングだ。お前ら今日はちゃんとやれよ。さてと、ゲームするか。よしよし、行け行け。よしよし。お、今日はなかなか切れないぞ。うわぁ、行け。あちあち。さあ、電力送りすぎだ。自転車を止めろ。うわぁ、トヨ、俺がいるから止めてくれ。俺の名前は天才小学生ヤネスケ。今日は待ちに待った遠足の日だ。お母さんお弁当できた。じゃじゃーん。おお、お母さんにしてはやるじゃん。何よその言い方。ほら、くすんで渡すから待ってなさい。はい、ありがとう。それじゃあ行ってきます。今日の遠足があんなことになるとは。それじゃあ全員揃ったな。先生、私服だっさ。黙れ、ほら早く乗れ。じゅうじゅうみんな、ほら早く帰れ。ほらほら、さっさと帰れ。ダサじゃねえお前、早く帰れ。おいしょ。で、おじさん誰？カメラマンだよ。今日は写真をいっぱい撮ってあげるからね。それじゃあみんな出発するぞ。あーと、その前にお菓子チェックをします。持ってるお菓子を回り出せ。はい、じゃあみんなよく聞け。明日の約束、お菓子は300円まで。ガムは持ち込み禁止だからな。はーい。まずはキータだ。まさか300円超えてたりしないだろうな。はい、絶対超えてません。そっか、じゃあ一つずつ計算していくぞ。1 2 3 57 58 59 60 61。5円チョコが61個、合計305円。おかしいな、おかしいな。いや、セールで買ったので一つ4円だった気が。言い訳するな、全部マシだ。次、ユウト。僕は持ってきてません。ふーん、そっか。なんだこのタバコみたいなお菓子は。ボッシュだ。次、コンジュリ。はい。バナナはおやつに入りません。欲しいなー。
次、屋根すけ。はい。はい、注目。これはガムだよな。ハイチュウはガムではありません。はぁ、これはどう見てもガムだろ。チューイングキャンディは柔らかくて噛んで消化吸収できる飴ですが、チューイングガムは天然樹脂でできているため消化吸収できないという違いがあります。うん、先生は味のないガムみたいにつまらない人生を送ってるからこんなこともわからないんですよ。うるさい、先生がガムって言ったらガムやぜ。マッシーだー。おい、言えばはハイチュウ。トイレ休憩の時間です。12時にはバスに集合するように。1秒でも遅れたら出発するからな。ヤネスケ、一緒にトイレ行こう。トイレぐらい一人で行ってこいよ。いいから、ついてきて。ヤネスケ、待ってて。うん。まだ？もうバスの時間遅れるって。ヤネスケ、聞いた。残念ながら1秒過ぎました。出発しまーす。ちょっと待って。あちゃ、もう帰ろっか。やだ。あ、そうだ、ヒッチハイクしてみる。おい、誰か乗せてください。もうダメだ、遠足行けないよ。俺もヒッチハイク手伝ってやるよ。今からヒッチハイクしても間に合わないよ。まずは近くを飛んでるヘリコプターを日本列島上空に仕込んであるレーダーで確認する。ヘリコプターの位置を確認し、 SOS を意味するモールス信号を出せば。ほら聞いた、乗るぞ。でかすぎ。はい、到着だ。残念ながら2人ほど来れなかったが、みんなで楽しもう。先生、遅いですよ。なんでお前がいるんだ。はい、じゃあレクの時間です。今日はオーナー跳びをします。イエーイ。子供は体力が大事だからな。10回、100回、いや1000回跳べるまでお昼ご飯なし。1000回。頑張れヤネスケ、頑張れ。いけ。それじゃあ、よーい、スタート。よーし、行くぞ。頑張れ。行くぞ。早く飛べ。おい、誰だよ。今のはユウトだろ。キータのせいだろ。お前だろ。こんなんじゃいつまでたっても犬が食べられないね。みんな一回集合だ。いいか、お前ら。コンジュリー。はい。オーナーに入るには思い切りが大切だ。失敗してもいいから全力で入ってこい。ライダー。ユウト。はい。オーナーでは姿勢をまっすぐ保つことも大切だ。そこを意識すればジャンプ力ももっと上がる。ラジャー。キータ。はい。オーナー中に鼻をほじるのはやめてくれ。集中しろ。ブラジャー。あー、エンジンは。ラジャー。みんなで協力すれば旋回なんて夢じゃない。頑張るぞ。あー、なんだお前ら、さっきのふぬけた幼女から変わったな。行くぞ。コンジュリ、行け。とりゃー。1、2、3、4、5。姿勢を正しく一定のリズムで。ラジャー990、もう少しだ。990、頑張れ。995、996、997、998、999。
あーごめん、手が疲れて離しちゃった。てめえよくも。おい、なんだお前ら、やめろー。なんだこれは。大縄ロボット完成。ちょっと誰か止めて。先生はずっとここでオーナーを回しといてください。我が名は無限ジャンプロボット。なんだよ、お前さんのうんちだ。じゃあ私お風呂入ってくるね。はい。おい、みんなで女子風呂覗きに行こうぜ。いいね。お前ら、この先に何の用がある。ちょっと忘れ物をしちゃって。そっか、それなら先生が探しておこう。正面突破は不可能だ。そこで、これを見てくれ。2階の女子トイレの床は女子風呂と繋がってる。つまり、ここを爆破するのが最短ルートってわけだ。ヤネスケ、俺は今日、お前と友達で本当に良かったと思ったよ。まだ目的は達成されてない。協力だ、やりたぞ。前から3番目の個室はここだ。うわあ、お前ら、女子トイレ何してんだ。先生のホース何してるんですか。お前ら先生の女子トイレだ。収集の時間だ。夜更かしはしないで早く寝るんだぞ。はーい。さーて、始めますか。あ、Wi-Fi がないや。ペン型 Wi-Fi あるよ。ヤネスケ、俺は今日お前と友達で。さっきも聞いたよ、やろうぜ。あいつら何回様子がおかしかったな。もしかして。おっしゃ、気に入るすぎや。おい、いいぞ。おやまら、ちゃんと寝てるのか。寝てます。お、えらいな。おい、ヤネスケ、なんで先生が来たの分かったの。廊下に仕込んだセンサーに反応したんだ。ヤネスケ、ゲームやさん。いいから全員校長室行きなさい。何で持ってきてるよお前ら。いいかげんしろ、これなあ、先生の言うこと聞け、これ。本当にあんたたちっていうのはね、どうしようもないクズなのよ。クズクズ。いい、あんたら。おい、ほら、なんでこんなところで寝るんだ。なんでもないです。おい、ほら、今から5時間内行けるはずだ。行くぞ。天使先生、細神ヤネスケ。先生、私たち赤組は白組をボコボコにすることを誓います。しゃあ、なんだ
のてめこなんだよ。さあ、もう少し力立ち回ろうしろ。黙れ。あれ、先生、スポーツマンシップにのっとり赤組をボコボコにすることを誓います。だから喧嘩はやめろ。黙れ。なんで私なのよ。え、ママほら、あんたたちちょっと口悪いよ。穏やかに行きましょう。ラブ&ピース、ラブ&ピース。お宅の嫁の純子さん優しいね。お宅の嫁の大子さんもナイスバディですね。それでは一種目へ、借り物競争。前にある4枚の紙にはそれぞれゴールに必要なものが書いてある。それを持って初めにゴールした組の勝利だ。位置についてよーい。一番大切なもの、スイッチ。いや、スイッチは家にある。そうだ、お母さんにしよう。お母さん。なに、ヤネちゃん。借り物競争のお題なんだけど。私がヤネちゃんの一番大切なもの。あんた立派に育ったわね。うん、一緒に行こう。キイコさん、僕と一緒についてきてください。何をあんた、白組は敵だし、私はヤネちゃんの方に。僕のお題。てめえ邪魔しようたって、俺の親がそんな手に引っかかるわけ。わ、私が世界一の美女ですって。引っかかるわけあった。秋闘魚ってなんだよ。引っ張りの子だわ。ついてきてくれ。ケイタ何してるの。ママ。お題見せなさいよ。さすがうちの息子、このブサイクが世界一の美女なんてユーモアのセンスがあるわ。誰がブサイクですって。ゴール。一着は白組のマッチ。そんなもんだ。彼のお題は100万円。そんな大金用意できねえよ。あのジジイどもいいカモになりそうだぜ。おじさんたちずっと立ち見だときついでしょ。この椅子買わない。こんなのいらないよ、俺たちはまだ若いんだ。ああ、そう。弟、出番だ。艦長デストロイヤー。おりゃー。さあ、オークション開始。1万から2万、3万。さあ、盛り上がってまいりました。この椅子、座り心地も最高ですよ。5万、10万、100万、101万。おめでとうございます。101万で落札です。ちょろいぜ。一種目へ、借り物競争は白組の勝利。うわうわうわ。いや、そっちのサンマじゃないし。二種目目は玉入れだ。この動きのある玉の中に束ねて、終了時に多かった玉の入れの組が勝利だ。それでは、よーい。よし、行くぞ。これ当たったら結構痛いらしいぜ。てめえよくも。あとはお前ら任せたからな。弟、俺らのコンビプレー見せてやろうぜ。そうだね、お兄ちゃん。弟。うお、兄ちゃん。ほら。お前ら、あんな調子に乗んなよ。おお、弟、これはまずい、逃げるぞ。
結果発表に移ります。結果なんて聞かなくて分かってるぜ。早く開けろ。それではこちらです。なんで油断したな。あんなところに。そうだ、この若い絵の具を使えば。あれ、白組だけに顔面蒼白ってか。ヤネスケお前天才だよ。イエーイ。ご覧の通り謎を得るまでもなく赤組の勝利です。それではお昼休憩の時間です。お昼はグラウンドに一番近い日陰の場所が最適だわ。あった。よいしょ。あら、この場所は私が1年前から予約してたのよ。あなた、ここ私10年前から予約してた。これちょっと、あんたたち旦那だよ。何よ、あんたどうせ。お前の嫁、がめついな。お前の嫁もな。それでは3種目目、綱引きを行います。位置について、よーい。よし、どーれどーれ。楽勝だよ弟。パワーじゃ負けないぞ。フォーメーションへ。なんで俺ら絶対引っ張れねえぞ。フォーメーション絶対いけ。白組、こんなに負けるようなような力じゃ優勝できねえぞ。お母様の乱入は禁止です。いいでしょう、人数は変わらないし、息子のピンチを救うのが母親なんだから。このままじゃ負ける。それが許されるなら私も参加するわ。綱が切れたため引き分け。私の勝ちよ。最後の種目は色別対抗リレー。赤組ヒータ、ユウト、ヤネスケ、白組マッツ、アツタ、ケイタ。そして赤組と白組の点数は同点。つまりこのリレーで勝った組が優勝だ。負けないぞ。見るからにとろそうじゃねえか。楽勝楽勝。位置についてよーい。おっせきー、これは余裕でない。てなんだよ。エンコ？簡単には行かせないぞ。行け、キータ。キータ。エンコ野郎、この手を絶対離さないぞ。メガー。言えた。サンキュー。お兄ちゃん頑張って。弟よ、あとは頼んだ。だいぶ差がついてるし、これなら勝てる。私の息子に何してくるんだよ。
ママありがとう。純子さん、ラブ&ピースで行くんじゃなかったですか。人類の子供みんな可愛いね。これ私ほっとけないよ。俺たちの間に安っちい感動ドラマはいらねえよな。当たり前だろ、あくまで勝ちにこだわれ。スピードじゃ俺にはかなわねえよな。くらえ。あっしゃいけ。ザマミロン。くそ。その靴なしじゃなんもできねえんだな。こんなのなくても、ヤネスケ、仲間の応援があればヤネスケ俺は走れる。ヤネスケ負けたらゲーム一生禁止だからな。望むところだぜ。ゴール、勝敗が分かりづらいのでビデオ判定に移ります。ヤネスケお前意外にやるじゃねえか。ケイタもな、どっちが勝っても恨みっこなしだ。結果が出ました、こちらをご覧ください。判定するのが難しいため両者引き分け。スポーツにしょ、ハッピー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 、みんなで make a good ride、 洗濯物みたいなワイナー張って何何息子で人儲け、お小遣いはなしのバックナーハッテ。